ポイフルいる。鬼にさ、豆ぶつけんのやめてさ、ポイフル投げね。てかそもそもさ、鬼にさ、物を投げんなよな。鬼かわいそうじゃね？豆投げられたりさ、最近だと首も切られたりさ。鬼がかわいそうだよな。ということで、今回はこのゲームで一番鬼に近い存在であろう、このクッパさんを使っていきたいなと思います。だって、いつからだろうね、豆まきっていうか、節分の風習が始まったのって。そもそも節分って何する日だっけ？鬼に豆まいて、なんだっけ、なんだっけ、恵方巻きを食う日だと思うんだよね。恵方巻き好きでさ、好きだからさ、節分まあ好きなんだけどさ、昔はね、恵方巻きそれほど食べなかったんだけど、なんか最近になってね、食べ始めるようになったんだよね、恵方巻き。まあ最近って言ったら、まあ結構5年、5、6年くらい前だけど、皆さんは鬼に豆投げたことありますか？僕はね、幼稚園の頃とかに投げたことあるね。幼稚園児の頃に幼稚園で投げたり、まあ家でね、まあ鬼に扮したお父さん、まあもしかしたら本当の姿は鬼であって、お父さんが仮の姿なのかもしれないけど、まあそのお父さん過去鬼に投げて、っていうことをしたね。てかあれなんだ。あ、これあれじゃん。逆襲しようぜ。クッパがファイヤマキだ。ん？何言ってんだ。ラン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 。これ知ってる人いる？まあペンギンの問題って言うんだけどさ。ペンギンの問題ってまだやってんのかな？もう終わったかな、さすがに。僕が、まだちびっこの頃はやってたんだけど、ペンギンの問題、あれ面白かったよね。ごめんなさいっつって。ペンギンの問題面白いんだよね。僕、ゴードンさんだっけ？もうゴードンさん好きで、あのパンツ一丁。てかもうほぼ全裸。てかなんなら全裸だよね、あの人。もうなんなら、とにかく明るい安売りより全裸だもんね、あの人。だからあの人はパンツ履いてるじゃん。ゴードンさんは全裸だから、普通に。あの人はパンツも履いてないからね。マジで、真の姿って感じ。とにかく明るい安売りはレベル100みたいな感じだよね。11位か。まあ、11位。まあ、これ、この11から、11をきれいにトリミングすれば、まあ、1位なのね。うん。ならないか。1位か2個でお得かなと思ったんだけど。高田しゆき、高田しゆき、高田しゆき。篠原小梅もかわいい。ウィーリビアかわいい。高田しゆき、篠原小梅もかわいい。あと、村川亮も可愛い。いきまーす。まあ、空豆も多いなぁ。クッパの力見せつけてやろうぜ。ちなみにクッパ使って高順位取ったことあんまりないね。ノコノコだとあるのに。つまり、クッパは弱キャラってことで OK ですか？ノコノコは強キャラでクッパ、でもこのぐらいだすげえ見づらいんだけど。このぐらいだ使ってれば世界で僕だけだろ、絶対に。クソ見づらいわ。コイン。まあ、コインをしっかりと回収していきつつ、もう、なんで緑コーラを投げるんだ、防御に徹しとけよ。どけ！キノコか。キノコいつもありがとう。取られた、泥棒。泥棒いるんだけど、やばくないこのゲーム。普通に通報するわ、警察に。マジ通報するからね。どこ走ってんねん、お前もお前で。でも5位っていい順位じゃないですか、リテさんと思うかもしんないじゃん。このレース6人しかいないから、あの下から2番目なんだよ。終わってる、マジで。わー、入水。ダイナミック入水。シングルしか取れない。最下位なんだから、もっと手厚い処置を施されてもらってもいいのではないでしょうかと思った所存でございます。ちょっと何言ってるか分かんない。いや、これダブルアイテム取るしかねえな。目玉チャーハンだよ。キノコスター？ニャンコスターみたい。ニャンコスターっているよのかな、まだ。まだいるよね、多分。笑顔咲く、あの、サクランボを使って、なんかこう、縄跳び飛ばないってやつ。飛ぶのか飛ぶのか飛ばない置いたーみたいなやつ。あれ、まあ、良かったですよね。笑顔咲く、てて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 れれれれ。てて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 てふたり幸せの空のしあなたであなたの私さくらんぼえい。落ち着け。えいえい。5位。最下位な。
トホホだよー、いててだよーじゃないからね、トホホだよーだから。なんかもっと人来ねえかなー、鬼だから寄りつかないのかなー。俺も人間に生まれたかったなーって、多分今頃クッパ思ってんだろうな。どけ、うわ取られた。でも俺はノーアイテムでもしっかりと勝っていくっていうところを見せつけてやるので、ちょっと今噛んだのでダメそうですね。どけ、危ない。赤コーラを後ろに投げるっていう精神がよくわかんない僕には。こうやって前に投げるもんなんで赤コーラっていうのは。わかるか、後ろに投げるもんじゃねえだろ赤コーラって。上を目指してる、もっと下のものを潰すな、上を目指せ。そしてポテトのよくわかんない猿にやられてるようだな僕たちは。おーめっちゃレート上がった、絶対取ってる、確実に取ってる。あれめっちゃ好きなんだよねコムドットのなんだっけ、コムドットのリーダーなのかな、のヤマトっていう人が視聴者になんかスマホで撮られたのかな、写真勝手に許可なしに撮られてめっちゃブチ切れるっていう。あれもうコムドットの動画見たことないんだけど、その切り抜きだけ見たことあるんだよ。切り抜きっていうか、そのなんか動画だけ見たことあるんだよね。絶対撮ってる、確実に撮ってるってあれめっちゃ好きなんだよねあれ分かる人いないかな、絶対撮ってる、確実に撮ってるっていう。あれ知らない人はコムドット絶対撮ってるで調べてみてください、多分出てくると思うんで。もうニンニン道場嫌いなんだって。でも曲がいい、テンテクテンテンテン、デザインピッチャーはっはっ、テテテテテテテ、みんなの名前、みんな強くねみんな強くね、レート2万6000と3万2000、こいつら今日しごいて終わるか、仕方ねえな。 USA USA ドゥンツク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 ドゥン、おお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 いでよ日本、日本、うんって感じでだって USA って曲聞いた時最初びっくりしたの、 USA ってアメリカだよね、アメリカの人びっくりしたの。で USA って日本語に訳すとアメリカだからね。海外で日本って曲があってもおかしくないだろ、何も文句言えないだろ。だってそうだろ、僕が作るわ、じゃあ今度海外に行ってそれでグラミー賞を取るわ。ヨシーサーキットが多いですね。うん、いいですね。非常に良い傾向とされております。日本国憲法第77条は、A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, M. よろしく。え、よろしく。え、まんじい。テンション高。どうもイエーイイエーイ、チリラッチョマンジー、落ちるな、よし落ちるな、よし落ちるな、いけ出し抜け、お前ならいける、全員出し抜け、ナイス。もうだから着地点で狩るのやめろって、マジで防ぎようがねえじゃんそんなの。久々に無事切れた、マリオカートで。いい感じ。ちょうちょうちょう、いい感じ。ちょう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 、いい感じ。オッケー。もう線路を普通走っちゃダメだよね。待って、ある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 。いや、絶対それ、僕に向かってやってくるでしょ。いや、アイテム取れなくていい。赤コーラが来たら終わりだけど。ある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 。ミスるな、絶対。あ、ミスった、終わった。いや、まだだ。諦めんな。もうね、そうやって加速引かれて終わるんじゃん。青コーラ、これ、青コーラ。ある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 もうああ、もう希望持たせんなよ、マジで。から飛んできたんだよ、あの赤コーラ、マジでふざけんなよ。
ねえ、希望何回も出せてきたんだよ、お前らはよ。あると思うじゃん、普通に。2、3回ぐらい1位のチャンスあったのにさ、全部拒まれたんだもん。赤コーラだかなんだかのアイテムだかわかんねえけどよ。もう、絶対無理だよ。だってクッパさ、まず図体がでかいからさ、他のキャラより当たり判定ができねえんだわ。赤コーラとか緑コーラとかね、ノコノコはちっちゃいから当たんないけど、もうクッパはね、当たり判定が広いから当たるんです。もう僕、そんぐらいのハンデ、もう背負ってやってるんですけど、もう一回も1位になれない。ある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 。もう遅いだよ。でも1位が早すぎるっぴ。もう僕にだけキラー何回でも来ないかな。どけよ、こんなとこで、レースしてるところで、お前ら、飯食ってんじゃねえよ、バカじゃねえよ、お前ら。こっちとらガチでやってんだぞ、命かけて。命はかけてないか、別に。なんでレースしてるところで飯食ってんの、こいつら。バカなんじゃないの。もう、マジで勝てない。1位以外は負けと同じなんだよ。極力ね、ここ。僕だけ、まあ、予想してたよ。まあ、それも予想してた。正直ね。だが、お前と違って、ノーアイテムでも勝てるっていうところをお前に見せてやろうっていうところをね、見せてやろうかなと思います。まずは1位をしっかり取っていて、コインもしっかり取っていくと。で、この加速はどこで使うかと、僕はわかりません。ここどこで使うの加速、え？もう、走ってんじゃねえよ、レース上で。なんかさ、このゲームさ、レースしてる、レース会場っていうのかわかんないけどさ、で、飯食ってるやつもいればさ、なんか機関車も通るしさ、なんか電車も通ってるし、意味がわかんないんだよ、このゲーム。意味がわかんなくない？こっち真剣にレースやってんのに。だクッパは火吐けるんだから火吐けよ。ファイアフラワーなくても。1位が早すぎるっぴ。ヘイ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 、アドデブルンブン、エイ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 、アドデブルンブン。どけ。テンション高いやついる。だって4位で3打っておかしくない ?3 打振れ。3打振れ。3打。3打。もう、じゃあもう振れだ。もう振れだ。もういい。これなんか2位なんだけど。え？嘘？ある？ワンチャン。なんかコーラ、投げる。もうコインも使う。青コーラ来た！青コーラ来た！もう なんで引くんだよ！おい、ふざけんな、お前ら。お前ら笑うな。もう、青コーラに引かれてなかったらワンチャンあったのに、もうどげ。うわー。もう10位なんか適当に変えて、編集でなんか適当に変えて、それっぽいことするか。行くぜ。あ、早いかも、ちょっと。もう分かってるんだったらなぜ改善しようとしないんですか、僕は。あなたはいつもそうですよね。だからあなたは無職でもうひき肉なんですよ。分かりますか？だからあなたは何も成長しないんです。分かってください、いい加減。ルル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 注意転落。シュン。5位浮上、5位浮上。What？ 赤コーラ、単発赤コーラ。はあ？緑コーラ前に投げるやつはバカって決まってるんだよ。そうそう、まだ。4位。でもなんだかんだ4位です。だからなんで緑コーラ後ろに投げんの？後ろに投げるのはいいのか。よくないわ。
下の人間を潰すなよ。努力してるんだからさ。緑コーラの正しい使い方を教えてやるよ。お前は殺すからな、マジで。アイテム取らないと。サンダー振れ、サンダー。サンダー来い、サンダー。もうアイテム取られたし。終わりや。キラーとか来ねえかな。君だから来ねえか、多分。来るんですね。8位でも、7位でも。いつ撃っちゃおうかな。今撃っちゃう。貫け全員。ナイス！いける、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 いける。どこだ、1位。ちっちゃいねえ、君。あ、相手も取られた。はい、ズドン。ちっちゃかったねえ、君。あるよ、これ。ありますよ、ありますよ。でもこれコインなんだよな、多分。赤コーラ来たら終わり。青、青でも終わり。勝った。間違いなく俺の勝ちだ。待て！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 えいまんじえいまんじはい、俺の勝ちということでね。まあ、なんとか、まあ、うん。まあ、これでもいいんじゃないか。もうだって3時間やってるんだぜ、もう。テロリストがいたから勝てなかったんだ。もう節分とかどうでもいいよ、もう。いいじゃん、もうみんなでもう鬼に向かって豆投げれば、そして年の数豆食って恵方巻き食ってください。はい、終わり。